まあ、ごめんなさい、プライマリーのね、まあ、長物のマガジンで、ここに VSR とか SHG とかのマガジンで、はい、ということでね、今回また製品レビューしようと思います。今回紹介するのはね、田村装備開発さんのコンバットベルトですね。はい、僕今2本持ってます。はい、まあ、こっちがね、今メインでゲームで使ってる方と、もう1個ね、もともとこっち使ってたんですよ。ただあのサイズがね、こっち L サイズ、まあその当時 S、あ違う、 M サイズかが一気に売れちゃってね、L しか買えなかったんで、とりあえず L 買ってたんですけどね、やっぱりちょっとウエストの問題でね、ちょっと緩いので、この前ね再販された時に、M サイズを購入しました。はい、ということでね、簡単にまあレビューしていこうと思います。はい、ということでね、まあ、簡単に解説していこうと思います。まずね、コブラバックルタイプのね、まあよくあるベルトのまあ形にはなるんですけどね、まあ、結構何点かあの田村さんのオリジナルですねの部分があるので、まあ、そこをね、説明していこうと思います。はい、まずね、さっき説明したんですけど、サイズがね、2種類あります。M サイズとね L サイズっていうのがあるんですけど、まず M サイズねが約ですよ、ウエストサイズでいうと80センチから95センチが M サイズになります。で、L サイズが、約90センチから約110センチの、ウエストサイズに対応しているようになっています。で、僕はちょっとね、L では大きかったです。で、またカラーバリエーションも結構あってね、今使ってる、このメインに使ってるブラックと、この L サイズのマルチカム、あとウルフグレーと、自衛隊迷彩ですね、と、コヨーテブラウンと、レンジャーグリーンっていう風にあるんでね、結構あの、いろいろ装備に合わせて、変えれると思いますね。まあ、マルチカムかブラックにしとくと、まあ、どの装備でも基本的には合わしやすいかなと思います。はい、で次ですね、まあ、順番を追っていきますけど、まずですね、ここの横が全部コンバットベルトなんでね、いろいろあの使えるようになってるんですけど、まあ今ちょっとねレプリカが真似してるのが出ちゃったんですけど、あの装備固定用のね、このモールの部分がね、1インチが1本と、ここ真ん中ですね、ちょっと動かすぐらいかな、まあ指で言うとここにいつもの棒のように合わすことができますね。あと上下にね、4分の1インチが2本あります。ここですね。なので、それはまあ、あの選択式でね、どっちでも選べるようになってます。まあ、例で言うと、こういうね、ブラックホークとかのホルスターみたいな、ちょっとごっついやつはね、この内側の、1インチかな。1インチ幅使ってもらって、で、ホルスターとかになると、この細い部分ね、4分の1だったかな、1インチの方を使って、まあ、固定してもらうような感じになると思います。でですね、あとこれがあの他のメーカーさんじゃあんまないんですけど、あんまとか多分ないんかな、僕もちょっといろいろ実物装備ね、あの見たりとか触ったりとか持ってたりもするんですけどね、この部分なんですね。まず今、説明したこの部分ですね、2箇所。はい、でここだけでだいたいどのベルトも装備って決まるじゃないですか。ホルスターとかだったらこっちに止めたりとかね。で、こいつさらに裏側、ここにあるんですよ、もう一個。この部分ね。なので、外側と内側別々に装備が付けれるようになってるんですよね。もう全体そうなってます。まあ、1はね、2コマ分ってなってるんですけどね。となるとどういうことかというと、こっちですね、ダンプポーチとか、特に田村さんとかのね、ダンプポーチだったら内側つけちゃえば外のモール余るんですよ。だからちっちゃいもんね、このあの、ダンプポーチとかにね干渉しないようなもんであれば、ここにまたつけれるんですよね。はい、ホルスターも一緒、ここ今サファリランドのね
つけてるんですけど、まあ、それでも先っぽはシオファイヤーなんですけどね、まあ、ちょっと改造してサファリのこのワンタッチがつけれるようになってるんですけどね。で、内側につけれるんで、この外側も、例えば僕が今使ってるこのメディック、田村さんの、ね、メディック、よいしょ、用の止血帯ですね。これなら1コマなんでね、こんなのつけたりとか、あとまあ、そうだな、ホルスターの方にちょっと邪魔だと思うんですけど、ダンポーチのここにね、ラジオポーチつけたりとか、ちっちゃいメディックポーチとかだったら邪魔にならないと思うんでね、そういうのつけるのもありかと思います。なので結構ね、いろいろ装備取り付ける幅が広がると思うんですよね。はい。で、次。ここ。ランヤードがついてるので、まあ、僕も今メインの方につけてるんですけど、こんな感じでカラビナとかね、リカンとかつけてやって、で、グローブとか、あの辺をね、引っ掛けておくことができるんですよね。まあ、ゲーム終わった後に引っ掛けてなくさないとかね、そういうのができるようになってます。でね、田村さんのところの、選んでるね、コブラバックルなんで、もうかなりガチガチです。そう簡単にね、壊れるようなレプリカみたいな感じで、ちょっとしゃがんで荷重かけたら外れとかっていうのもないです。はい。ただね、クライミングとかね、なんだっけ、ラペリングとか、ああいうのにはさすがに使えないです。そういう時はちょっとね、負担かかるんで、それはそっちの専用のものを買う必要があるんですけどね。はい。で、あとは、そうだ。これもね、地味に嬉しいところなんですけど、海外こういうのないんですけどね。ここ。これがめちゃくちゃいい。これまあ長さね、調整してるんですけど、くるっと巻いた後に、このベルクロタイプのね、初めから縫い付けがあるんですよ。内側にこんな感じで。最初の部分がね。なので、ここでこうぐるぐるくるくる、いらない部分巻いて、これで端末処理しとけば、もう、ほどけることもないし、邪魔になることないですよね。他のメーカーさん、実物とかでも、大体はね、自分で端末処理しなきゃいけないですよ。切るなり、ダクトテープ止めるとかね。なんですけど、これはもうね、初めから標準でついてるんで、こんな感じで綺麗に、端末処理することができます。はい。意外とね、シンプルなんですけど、ほんと使いやすいです。まあ、強いて言うと、前のね、タクティカルベルトの名前何だったかな。まあ、最近入るんですけどね、この内側にね、ベルクロがついてて、ベルトの代わり、ズボンのベルトに、ベルクロのオスの方をつけて、まあ、ここでね、内側でベルクロ止めて動かないっていうのも欲しいかな、っては思いました。まあ、これはね、個人の好みですし、まあ、多分そういう、使い方はまあ用途じゃないのかなと思ってるんですけど、ただ装備が重くなったりとかすると、やっぱりあれがあると僕的には便利ですね。はい。というとこですかね。で、せっかくなんでね、僕のセットアップも簡単に。まあ、これ僕個人がね、タクトレとかやって、自分がサバゲーで使うもんとかを考えて作ったセットなんですけど、はい。まあ、ほぼ田村さんですね。まずまあベルトですね。で、まあ、さっき言った通り、カラビナつけて、グローブつけるようにしてます。で、ハンドガンポーチが1、2、3、3つですね。まあ、これは、ハンドガンなり、まあ、タクトだったらナイフ入れたりとか、ライト、まあ、ライトは別にあるか。まあ、いろいろ汎用性のあるポーチになってます。で、次、足ですね。はい。ここに、田村さんのレッグリグ。まあ、M4。まあ、この動画出しますけどね。M4 とか、で、中のこの、今僕、ポーチ書いてるんですけどね、7.6 に対応にしてますので、マガジンがまあ2本入るようになってます。で、これ UTT ポーチですね。これが、ボルクタクティカルギアさんのやつで、まあ、ここが普通のポーチですね。ここ何使ってるかというと、僕はゲーム終わった後のマガジンとかを1本だけ挿してます。まあ、ゲーム開始前もね、1本。一番最初に使うやつはここに入れてたりしてますね。で、この外のね、4連、本来ハンドガンなんですけどね。ここは僕はスナイパーライフルのマガジンにします。まあ、さっき動画撮ったんですけどね、L96 のマガジンだったらこんな感じで、ここに、グッと刺せば、はい、
こんな感じでパッと抜きます。はい、まあそういう目的で使ってます。でね、田村さんのレグリグ横にもね、モールがあるんでね、ここにまあサイクロングレネードですね。で反対側に、田村さんの、止血帯の3連セットですねをつけてます。こんな感じですね。止血帯3つと、まあ、その止血帯締め帯のボールペンとかに出るようになってます。まあ、ちょっとね、普段はね、タクトレとかの時以外は、つけてないことが多いです、ボールペンはね。まあ、ただ、騒ぎフィールドとか行って、ちょっと怪我しそうだなと思うフィールドとかだったら、入れてます。はい。で、ここはね、マガジンの抜き差しにちょっと邪魔になるので、今のところは何もつけてないです。はい。で、裏面。さっき言った内側に、ダンプポーチですね。田村さんのダンプポーチつけてます。結構年季入ってます。でも全然ね、もう5、6年使ってんのかな。でも全然、大したヘタレもなく使えてます。はい。で、次、ブラックホークの、デッドなんだったかな。まあ、マガジンをね、ワンタッチ付け替えるアダプターの、ベースになります。まあ、昔はね、装備紹介見てもらったら分かると思うんですけど、動画1個ね、スナイパー装備ってアップしてるんですけど、それの時に、ここにね、オリジナルで作った ARP の、カイデックスのホルスターつけて ARP を刺してました。最近はね、ちょっとあんま、腰には刺してないです。ゲームで、ね、使うことなんですけどね、ARP も。はい。で、次、サファリランドのレッグホルスターのパネルと、ワンタッチですね。ここを。してやると、まあ、ワンタッチで変えると、まあ、結構ホルスターとか銃いろいろ使ってるんでね、変えれるようにします。ただこうちょっと厚みが出るのが難点なんですけどね。でホルスターは、まあ、ずっと変わらずシュアファイヤーのホルスターですね。ただタクトレとかの時の場合は、サファリランドに変えたりすることはあります。まあ、銃の保護っていう意味でね、転がったりとかもいろいろあるんで。はい、ということで以上になりますかね。はい、もうこれが今僕の、使ってる中で、まあ、よく使うのね。まあ、タクトイとかでもね、とかベルト一本で戦えるように、まあ、メインの、プライマリーのマガジンが2本入る。で、サブのハンドガンが3本入る。で、まあ、ゲームで使うにはサイクロンがある。で、なんか怪我した時に止血帯がある。まあ、メディックポーチもね、ちょっと今外しちゃってるんですけどね。いつもちっちゃいやつつけてます。で、メディックポーチでなんか怪我したら、まあ簡単なね、処置はできる。で、ダンプポーチでマガジンは携行できる。で、何かね、まあ、今これ、ちょっと使う構想があるんですけどね。まあ、こういうハンドガンで、まあ、アタッチメントでね、その状況に使う銃に応じて変えるっていうような装備になってます。はい。まあ、こんなとこですかね。でね、このベルト、めっちゃくちゃ軽いんですよ、これ。うん、ほんとね、よくできてます。まあ、さっき書いてますけど、結構いろいろ、海外の実物メーカーですね。まあ、ブラックホーク、HSGI とか、ファストスピアとか、いろいろ使ってきたんですけどね。まあ、結構マニアックなメーカーとかも、まあ、知り合いが使ってて、それをちょっとね、借りてとか、いろいろ試してみたんですけど、今のところね、結構、僕が使う上では、この田村さんのコンバットベルトはすごくいいです。はい。まあ、もしね、興味ある方は、買ってみてください。ただ僕の場合ね、これサイズが合わないんで、この L サイズはちょっと手放すかもしれないです。はい。ちょっと考え中ってとこですね。はい。ということでね、簡単ですが、まあ、装備紹介という、もうちょっと交えた、田村さんのコンバットベルトの紹介でした。まあ今ね、在庫は多分まだないんかな。けどまあ、これも人気商品なんでね、そのうちまた再販とか十分あり得るんでね。まあ、田村さんのホームページなり、ツイッターとかを登録してると多分、ブログがあるんでね、そのブログで復活とかね、再販とかって時には連絡が来るんで、それは見ておいた方がいいと思いますね。もし買う場合はですよ。はい。ということでね、簡単な紹介になります。とりあえず1個つけてみようかな。
はい、ということでね、簡単なんですけど、ちょっとつけてみましたね。はい、まあ、ホルスターですね。で、まあ、グローブ。で、ハンドガンのマグポーチ。で、サイクルですね。本当はもう一個ね、あったんですけど、今故障してるんでね、もう一個あったらどっかつけると思います。で、ハンドガンのマグ、ああ、ごめんなさい。プライマリーのね、まあ、長物のマガジン2本。で、ここに VSR とか SSG とかのマガジン。で、止血帯ですね。で、ダンプポーチ。あ、まあ、さっと入れて、さっと出せる状態ですね。で、ホルスターのアダプターが2個と。はい。というような構成、僕のはですね、なっています。まあ、また、そういうのもね、いろいろ結構頻繁に変えてるんで、今、スナイパー装備、シャープ2まで確か出したのかな。なんで、もし気になる人、今の装備気になるっていうコメントいただけたら、それはそれでまた動画アップしようと思います。はい。はい。ということでね、ちょっと話がなくなっちゃったんですけど、田村さんのコンバットベルトの紹介を終わろうと思います。まあ、さっきも言いましたが、質問があればね、もらえればいろいろ回答はできると思います。で、まあ、こんな感じでね、商品レビューとか、騒げ動画、あと岩ちゃんのね、タクトレ動画、これも結構勉強になると思うんでね、そういう動画もアップしてますんでね、まあ、週1頑張ってアップしようと思ってるんでね、まあ、よかったらチャンネル登録お願いします。でまた、他の動画でもいいんでね、なんか質問とかなんかあれば、気軽に言ってもらえればと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。